皆さんこんにちは、レミです。今日はこちらの辛ラーメンブラックプレミアムを食べていきたいと思います。これね、この間薬局行った時に初めて見つけて、お、新商品かって思ったら、なんか調べてみたら新商品ではないらしくって、でも初めて見たので、うん、気になって買ってみました。で、普通の辛ラーメンと味とか辛さとかどんぐらい違うのかなって気になったから、こっちのね、普通の辛ラーメンを、多分袋麺とね味一緒だと思うから、ちょっとだけ食べ比べられたらなと思ったので、カップ麺の方の辛ラーメンを買ってきました。で、この辛ラーメンブラックはここにもね書いてある通りダブルスープらしくって、何がダブルかというと、普通の特製辛味粉末スープと特製豚骨粉末スープのダブルスープだそうです。中に入ってるちっちゃいこういう具材も普通のやつよりちょっと大きめカットなんだって。へー、美味しそう。豚骨粉末スープが入ってるってことはちょっとマイルドなのかな。あ、なんかここにコクのあるマイルドな辛さって書いてある。早速作っていきたいと思います。辛ラーメンできたよ。これとこれが辛ラーメンブラックプレミアムで、これが普通の辛ラーメンです。今日すっごいお腹空いてるから、一つだけじゃ足りないと思ったから2袋茹でてみた。で、喋ってるとね、また汁吸って食べれなくなりそうだから、早速食べたいと思います。いただきます。スープからいただきたいと思います。なんか普通の辛ラーメンよりなんか乳白色じゃないけどマイルドな色。おお、いや、そんなに辛くない。あ、比較してみるとやっぱわかるね。これが普通の辛ラーメン。辛ラーメンブラックに比べると普通の辛ラーメンの方が透明感がある、底が見えそうな色で、辛ラーメンブラックはちょっと濁ってるから、うん、濁ってる。あー、馴染みがある味。こっちの辛ラーメン、カップ麺だからか、やっぱ普通の袋麺よりかはなんか麺がちょっと違う。袋麺の方がもっちりしてる感じ。うん、なんか麺食べちゃうとあんまりこのブラックプレミアム感はあんまりわかんない。うん、美味しい。こっちも食べよう。味の違いはなんかマイルドさがあるかないかぐらいな感じ。豚骨感はそんなに強くないね。カップ麺も美味しいけど、袋麺の方が麺がもっちりしてて美味しい感じがする。後味がこっちのブラックプレミアムの方が柔らかい、優しい感じがする。この間この辛ラーメンのキムチ味も発見して、今回ねブラック試したから今度はキムチを試してみたい。キムチが入ってるってことはなんかキムチっぽい酸味があるのかな。辛いもの大好きなんだけどさ、なんかお腹が弱くなったのか、最近なんかある程度の辛さのものを食べるとなんかお腹壊してトイレこもっちゃうんだよね。一杯目ごちそうさまでした。よし、じゃあ2杯目いただきます。ラーメンはさ、放置しとくと麺が伸びるっていうか、麺も伸びるし、汁吸いすぎてブヨブヨになってくから、やっぱ作りたてがやっぱり一番美味しいわ。
手のさ、霜焼けがひどくなっちゃって箸がすごく持ちづらい。会員はい、汁まで全部飲み切りました。お腹いっぱい。辛ラーメンでお腹いっぱいになるのはね、幸せすぎる。あ、ごちそうさまでした。今日は辛ラーメンブラックプレミアムと普通の辛ラーメンを食べ比べてみたんですけど、最初あんまり辛さとか味もあんまり変わんないなと思ったんだけど、結構食べ進めていくうちに辛ラーメンブラックの方が豚骨スープも入っているっていうのもあって、なんか割とマイルド、後味がなんかマイルドだなって感じ。だから辛ラーメン食べたいけどちょっと辛いのは苦手だなみたいな人は辛ラーメンブラックの方が食べやすいと思う。で、辛ラーメンはこの豚骨的なマイルドさがないから、どっちかというとブラックに比べると尖った、そんなに辛くないと私は思うんだけど、より辛さを求める人は普通の辛ラーメンの方がおすすめ、辛さが苦手な人は辛ラーメンブラックの方がおすすめ。私はどっちも好き、辛いのも好きだし、どっちの味も好きだったから気分で食べる方を決めたいです。ということでね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画が良かったなと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。